はい、それではシビックタイプ R 試乗インプレッションいってみたいと思います。 FD2 型の前期モデルですね。走行距離が 77,600km、前のオーナーさんから直接買取をさせていただいた、1台になります。で、まあ、あの見た目で結構手入ってそうに見えるんですけど、ライトチューンですね。あの車外のフロントリップとか、ディフューザーとかね入ってますけれども、足がクスコ、マフラーがシーカー感じで、まあそんなにねコテコテにやってる感じでは実はないですね。乗り心地もねかなりいいですね、クスコの車高調。クラッチはですね、多分まだ変えてないですね。このフィーリングからすると若干重くなってきたかなっていう感じですね。あとはロードノイズがちょっと大きめかな、このタイヤのですね。まあ、あのホイールがアドバの18インチ入っていて、扁平もね結構薄いですからね、まあ、そこら辺はちょっと仕方ないかなみたいなところはありますけれども。でデフィの、3連メーター水温4油圧と、入ってる感じで、まあこういうねモモのディープコーンタイプのステアリングが入ったり、シーカーのシフトも入ったりと、なかなかねこう仕様的にはこうやってるなっていう感じは見受けられますね。でもね非常にあの乗りやすいです。乗り心地もいいですし、以外で特に室内に、ね、入ってくるような変な音っていうのはないですね。ミッションもねすこすこと入るので、特段何か不具合を抱えてそうな感じというのは見受けられないかな。で今エアコンもつけてますけど、エアコンの効きもねもう特に問題ないですし、でカロツエアのナビがついて、ETC もついてという感じで、まあ、快適装備系もね、入ってますから、まあ、本当ね一旦まずこのまま乗り出すという感じでも全然いいんじゃないかな。で距離7万キロなんですけれども、結構内外装綺麗です。この年式とこの距離走ってきたっていうふうにはあまり思えないかなっていう感じですかね。まあ、ただあのホイールのねガリ傷がちょっと多めかなっていうところが残念なところなんですけども、どうしてもねこのタイプのホイールはガリ傷つきやすいので仕方ないんですけどね。まあそこぐらいじゃないですかね、なんかマイナスなポイントで言うと。以上です。